どうぞ、困惑は。みなさんどうも、コアクア。コアクア。どうも、ミナとアクアです。ミナとアクアです。ということで、本日は、つくらにノリをかける VTuber 初の対談コラボということで、おめでとうございます。ありがとう、アクア。コアクア。実はね、ちょっと参加しようと思ったんですけど、スケジュールの都合でちょっと参加できなくなってしまい、ね、動画組となってしまいました。寂しいね。ミナとアクアです。すいません、申し訳ございません。すいませんでした。いいよ。すいませんでした。今日はね、動画組なんですけど、頑張って全力で、いただいた質問に答えていこうと思うので、よろしくお願いします。コアクア。コアクア。コアクア。無視ないでよ。かわいい。ここ好き、はい、やっていきたいと思います。はい、お願いします。まずつくらにノリアを知ったきっかけはということで、うんうん、まあ、これはですね、だいぶ前から、言ってたことなんですけど、実は、うん、私姫事をですね、うんうんうん、愛読しているものでございまして、あらあら、漫画をですね、買っていていたんですよ、うんうん、昔、うんうん、噛んじゃった、昔かわいい買っていたんですよ、うんうん、で、この作者すっごい名前してるなって思って、確かにこうずっと昔から今まで覚えていたんですけど、うんうん、昔あの携帯の待ち受けが姫くんだったんですよ。それぐらい結構姫事は好きで、だいぶ好きやん。いつの間にか、うん、漫画以上にあの作者の顔のファンになるっていう顔のファンになるっていうね、あの実はちょいつの間にかね、漫画も好きだけど、うんうん、作者の顔めっちゃ可愛いやんって思ってツイッター漁ったりしてた時期が私にもございました。なるほどね。そうなんですよ、うんうん、で、あの姫事がノリオ先生を知ったきっかけなのかなってずっと思ってたんですよ、うんうんうん、だがしかし、お、ちょっとだいぶ前にノリオ先生と初めてかな、うん、あの直接お話しした時に、通話した時かな、実はノリオ先生が稲妻イレブンの同人誌を書いていらっしゃったっていうことで、うん、そう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 、いや俺なんかこれ私表紙見たことあるぞって思ってたらみんないない読んでんじゃん、のりお先生が昔書いた同人誌を持っていたっていう、買いすぎだろ、持っていたっていう、買っていたっていう、なんだよこの業界普及率、偶然にも運命すぎる出会いを果たしていたので、ちょっとどっちが知ったきっかけになったかは分かんないんですけど、うん、まあ、そんな感じで昔からのりお先生の漫画、そしてのりお先生の顔にはお世話になっております。お世話になりっぱなしです、うん、なるほどね。ってな感じで、すごい、はい、深いですね、思い出としては。確かにですね、深いの思い出でしたね。次、うん、次行きましょう。バン、おい、つくらにノリオの第一印象と今の印象、うん、ということで、そうですね、第一印象は、お、顔かわいい漫画家で、今の印象は、うんうん、顔かわいい漫画家もやってる、うんうん、超優しい姉ちゃんみたいな漫画家もやってるってなんだよ。いや本当に、うん、のりお先生優しいんですよ、本当にめちゃめちゃ優しくて、本当にその昔からの恩を大事にする、うん、本当にすごい方ですよ、お母さん思いで家族のことを大事にしている、すっごいね優しい姉ちゃんなんですよ。なるほど。で、すごいね声かけてくれたりする、うん、すっごいいい姉ちゃんなんですよ本当に、まあ、みんな知ってると思うんですけど、また営業妨害できて、はい、じゃあ次、はい、ポチッとな、ポチッとな、あ、ずれちゃったここ好き、あ、ずれちゃった、ピー、はいはい、はい、よくできた、よくできた。つくらにノリオとやってみたい企画は、うん、ということで、まあね、これ考えたんですよ、ずっと。
これあの質問が来たタイミングでここに一番困って、うんうん、あ、そうなんだ。なんだろうな、なんだろうなって、玉木ちゃんじゃなくて佃煮のりお先生とやってみたい企画ですから、そうそうそう、佃煮のりおとかね、迷ったんですけど、うんうんうん、佃煮のりお先生があの配信で出るときにカメラをつけて顔出しをされているということで、うんうん、私はですね、考えました。お、題して企画、うん、佃煮のりおの写真でもだえたら即終了を私とのりお先生と一緒にしてやりたいなと思って、うん、佃煮のりお先生の写真が出てきて、うん、バーンって出てきて、うん、で佃煮のりお先生か私がどっちかがもだえる、もしくはニヤニヤしたら、うん、なんで私がもだえんだよ、即終了っていう、おうおう、すぐ終わっちゃいそうですね。私がもだえんの、はいはい、次私がもだえんだ。なんかちょっと、うん、あのコール&レスポンスがないのってなんかちょっと不思議な感覚ですね。あるぞ、あるぞ、次、うん、バン、佃煮のりおと犬山たまきどっちが好き？うん、まあ、これは言わずもがなですよね。もうなんかもう背景に現れてますからね、もう言わずもがなでございましょう。これは、見ての通りです言えよ、はい、言えよ、アクア最後、ポテ言わない最後に何か一言あれば、うん、そうですね、うん、のりお先生、本当にめっちゃ優しくて、はい、いつも声かけてくれて、うん、アクアこの企画やろうよとか、アクア遊ぼうよとか言ってくれたりとか、うんうんうん、めっちゃ仲良くしてくれて、うん、優しくて、本当にツイッターとかを絡んでくれたりとか、うん、めっちゃ優しいです。とにかく私は本当に佃煮のりお先生はマジで豆だし、うん、仕事できるし、頭いいし、優しいし、うん、顔可愛いし、玉木ちゃんっているし、顔の話しかしないじゃん、超いい人、うん、マジで先生ありがとう、こちらこそ、先生ありがとう、ありがとうな、アクア、ありがとう、ありがとう、私も好きだぞ、アクア、アクア先生大好きだよ、先生ゲームしようね、先生ゲームよ、先生ゲームしようね、ゲームしよう、ゲームしよう、先生ゲームしようね、ゲームしよう、先生ゲームしようね、いや先生、いや先生好きだよ、好きだけどゲームはいや、先生好きだ、あ、消えたはい、ということでミナとアクアさんでした。はい、ちょっとね、ゲームはちょっと嫌なんですけど、申し訳ないことにね、アクアさんね、すごくゲームがお得意なんでね、多分、ま、マジでね、何回もゲームしようって言われてるんだけどずっと断ってんだよね先生ゲームしましょうって言ってくるんだけど、いや、ゲームはちょっとみたいな、ゲームはゲームだけはちょっとみたいな感じでね、常にゲームを断り続けて早何年っていう感じですけど、何年じゃねえかまあ付き合いがね、スタートしてから1年ぐらいなんですけど、1年間ぐらいゲーム断ってますね。はい、テトリスぐらいかな、テトリスと、いやでもアクアはね、テトリスたまーに私とできたって思ったら、ずーっとやめてくんないんだよ、テトリスもう一戦やろ、もう一戦やろって言って、そう、コンアクアもう一戦、もう一戦ってめっちゃ言ってくるから、結局ね、次のアクアの配信のギリギリまでね、テトリスやったりとかもしてましたけども、あ、メアちゃんね、いらっしゃいますね、私とはデッドバイデイライトしてくれたよねメアとの初コラボがなぜかデッドバイデイライトだったんですよね。対してデッドバイデイライト上手くねえのに、なんかメアが収益した時、収益化した時かな、収益化した初配信でなぜかコラボ配信みたいなね、やってたんですけども、アクアはでもデッドバイデイライト苦手だから、そう、DVD はあんまり得意じゃないんだよね、アクア。そうなんですよ。はい、ということでね、本日サブスクラブよろしく、ポンポンポン。